売国自民党ニュース。自民党のホープといえば桐生市長の荒木敬司。生活保護、取りにくくする、嫌がらせする、威嚇するという自民党の生活保護三原則。荒木敬司市長ほど自民党三原則をやっている市長はいません。生活保護には毎日お金を受け取りに来いと1日1000円しか渡さないを徹底しています。まさに自民党の生活保護バッシングの模範性です。ところが売国自民党の生活保護弾圧の政策にケチをつける奴がいます。弱気に厳しく、そして強気に甘い、強い者にですね、忖度をし、そしてそこにすり寄り、弱い人たちを徹底的にいじめると。もうそれ、この生活保護費の引き下げ、そして生活保護の不正受給っていうものにもですね、厳しく、第二次安倍内閣発足以降の2012年3月の参議院予算委員会で、当時野党議員だった世耕弘成さんはですね、自民党では生活保護関連の PT を作って、私が座長になります。これから抜本的ないろんな提言をしていきます。もう、現物給付増やした方がいいんじゃないか。食料費でお金を渡すんじゃなくて、お弁当をちゃんと役場で炊き出しでもして、渡してあげたらいいんじゃないか。で、さらにこの民主党政権が生活保護費の予算を2010年の3兆円から12年度に 3.7 兆円に上げたんですね。それから高齢化で自分で働けなくなった方々が出てきた。そうしたことから、この 0.7 兆円でこうやって上げましたよと答弁すると、社会のせいにしてますけど、そうじゃありませんよ。私はこれは完全に政権交代で、たかが外れて膨張しているというふうに思います。政権交代直後の2009年12月25日に、厚労省の課長通達が出てます。保護の決定にあたっては、申請者の窮状に鑑みて、可能な限り速やかに行うよう努めること、要するに来た人はすぐ認めろと、来た人すぐ認めろじゃなくて、今生活保護はですね、本来だったら受給資格があるのに厳しく厳しくやられてたんですよ。命の綱が切られてたんですよ。だから 0.7 兆円増やしたんですよ。